時代とともに変化する街の風景、そして人々の暮らし、過去から現在に至る西宮の足跡をたどる番組、それが西宮ライブラリー時空の旅です。皆さん、西宮ライブラリー時空の旅にようこそ。今回ご案内するのは大社地区です。明治22年に誕生した大社村、その名前の由来は広田神社にちなんだものでした。昭和8年、西宮市との合併によりその名は一旦消滅してしまいますが、昭和13年、町名として復活します。さて、この地域にまつわる歴史とは。まずは名前の由来となった広田神社から見ていくことにしましょう。広田神社の歴史は古く、日本最古の歴史書「日本書紀」に西暦201年の創建が記されています。905年に醍醐天皇の命令で編纂が始まった延喜式神明帳では、明神大社として厚い待遇を受け、朝廷や公家、そして後には武家からも崇拝される存在となります。高い社格を誇る広田神社なのですが、昭和の戦争では大きな被害を受け、戦後再建が遅れたといいます。こちらの社殿、戦争前のものです。現在と比べると随分趣が異なりますね。戦後、伊勢神宮式年遷宮による荒祭りの宮建て替えにより、その旧社殿を譲り受けたことから再建が始まります。そして昭和31年から38年にかけ、社殿の造営が行われました。完成した社殿、伊勢神宮に代表される神明造りが神社建築の様式美を伝えています。昭和39年の神社参道です。周囲にはのどかな風景が広がり、道端に牛の姿も見えます。奥に見える松並木が広田神社の参道です。そしてこのまっすぐに伸びる道が江戸時代以前の西国街道です。脇に立つあの塔は日の宮蔵で、現在も土台が残り、当時の痕跡を見ることができます。ここがその場所。道はここから越水夏木へと向かいます。そしてそこでは歴史の息吹を感じさせてくれるいくつかの旧跡を見ることができます。西宮志士第一巻。ここに古代の西宮を復元した地図があります。この図によると、西宮の海岸線は今よりもずっと内陸に入り込んでいて、斜めに走る現在の国道171号あたりまで迫っていたことになります。高低差を表す図を重ねてみると、広田神社から南西方向、現在の阪急神戸線あたりにかけては標高が高く、その南側は低いのがわかります。実はこの場所は古代都人憧れの地だったようです。現存最古の和歌集万葉集を見ると、和木もこに稲のは見せつ那須木山、つぬの松原、いつかしめさん、作者の万葉歌人は
旅の途中、夏木山や角の松原の美しい風景をいつかは妻に見せたいと歌っています。歌に詠まれた那須木山、つまり那須木山はどこにあったのか、はっきりしたことはわからないのですが、一説によると今も坂道が多く高台になっているここ南郷町一帯や、谷一つ隔てた越水丘陵あたりではないかと言われています。先ほどの校庭図で見るとまさにこのあたり、目の前には紺碧の海が広がり、海岸に松林が連なる風光明媚な場所だったのでしょうね。昭和35年、北方向を見た南郷夏木地区です。昭和初期に企業が宅地分譲を始めるまでは、松やツツジ、桜が山全体に生い茂る美しい丘だったといいます。夏木山の名前を引き継ぐ夏木神社です。境内の石碑に刻まれた名勝夏木山、かつての景色がとても素晴らしかったことを今に伝えています。もともと神社があった場所ははっきりとは分かっていませんが、この場所から100メートルほど南下したところに鳥居跡の石碑を見ることができます。神社は治水や水難安全の神と考えられ、漁業を営む人々の氏神でもあったようです。越水丘陵の南の端にある西田公園にやってきました。ここには古代から中世にかけて西国街道が通っていました。そしてそれより以前、この丘陵に住んでいた古代の人々は農耕に従事しながらも南の海に出て魚介を取り生活を支えていたことが発掘調査から判明しています。昭和52年から始まった越水山遺跡調査の様子です。調査では弥生時代から古墳時代にかけての土器や石器、縦穴式住居跡が見つかりました。また戦前には土でできた重りなど漁業の道具も出土したという記録があります。そのことから漁業を営む人々の氏神であった夏木神社はこの丘陵のどこかにあったのではないかとも考えられています。こちらは大社地区の中心にある大社小学校です。中世戦国時代、この辺り一帯に広大な城が築かれていました。越水城です。残念ながらお城の形跡を示すものはここにある石碑のみとなっていますが、城跡の東には清水がこんこんと湧き出る場所があり、お城で暮らした人々の生活をわずかに忍ぶことができます。その井戸は越水丘陵に3箇所あり、かつては大切な生活用水として人々の暮らしになくてはならないものでした。西新所、中新所、東新所、そう呼び習わされていた井戸は現在使われなくなりましたが、地域に残る貴重な遺産として今なお大切に保存されています。悠久の時を感じ、歴史の息吹に触れることができる場所、大社地区。ふらっと散策をして古代や中世に思いを馳せてみるのもいいかもしれませんね。さて次回時空の旅は、皆さんの街にお邪魔するかもしれません。どうぞお楽しみに。